正教会における晩科、創化も含めた講義の時科が行われる大まかな時刻の図解。正教会歴においては1日は日没に始まり、日没に終わる。ただし、このような時刻で全ての時科が行われることは大規模な修道院を除き極めて稀である。晩導化は正教会の方針例の一つ。教会の夕食後の法事であり、ギリシャ語名もロシア語名も、 夕食後の法事との語義を持つ。自家行に収録されている。万道家には、万道大家と万道小家とがある。万道小家は、万道大家を縮小した短いものとなっている。万道大家は高短祭、神元祭りなどの大祭や、大時に行われる。万道大家では、祈祷文、神は、我らと共に巣が歌われる。大時第一集には、栗との、聖。 アンドレーの委託医のカノンが挿入されて朗唱される。この法事において、聖教徒は、夕食後、眠りにつく前に、知って犯した罪、知らないで犯した罪など、諸々の罪の許しを神に求め痛快し、神がこの眠りを人の罪上に目覚めない眠りと、することがないように願い、睡眠中に敵の誘惑から守るように霊と体への安息を求める。 さらに昼間の労働で疲れた人の体にとって、私服の時として終始アンティオフの祈りにより、夜の平安と眠りを、救世主に求める。また、一時的な眠りから、死の眠りによる浮世との別れを想起し、悪をなくし、すべての人々のために祈ることも行われる。ありがとうございます。